皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート411をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、犬。昔自分が体験した話を問うか。体験談は結構あるんだが、山子は。というか普通に変な話っぽい。あとあんま面白くなくてすまん。20年近く前のことなんだが、うちの両親は共働きで、夜間作業でよく家を空けることが多かった。だからまだ幼い自分と二つ上の兄は、長期休みなんかはよく父の実家に預けられてたんだ。その父の実家は、新興住宅地だった俺らの家から10キロも離れてないのに、全く開拓されてない山々に囲まれた盆地にあって、道路はまともに舗装されていない。周りは山と川と田んぼしかないような、それこそど田舎だった。もちろん遊ぶ場所なんてほとんどないし、子供だけで山や川に行くのを厳しく禁止されていた俺と兄は、100歳近い寝たきりのひいばあ様もいたので、ほとんどばあ様と手をつないで畑に行ったり、散歩がてらよもぎなんかの野草を取ったりして過ごすくらいだった。しかしばあ様もどうしても家を空ける日があり、自分たちだけで遊ぶという日があった。そういう時にはひいばあ様から、寺を越えたらダメだ。犬を見たら逃げろ。って言われてたんだ。怖かったのもあって、いつもはちゃんとその言葉を守ってたんだが、ある日、遊びに夢中になってて、まあ大丈夫だろってことで、兄と共に寺より先へ行ったことがあった。そしてその日、俺は軽い失踪事件を起こした。と言ってもその時のことは全く記憶がないんだけど、話によると兄が虫捕りをしているうちに、いつの間にかいなくなって、その数時間後に、偶然その日墓参りに来たおばさん夫婦に、山の上にある墓の手前でぼんやり座ってたところを保護されたらしい。気がついたらおばさんたちの車に乗っていたって感じだ。何がなんだか未だに納得いかない話なんだけども、100歳生きたひいばあ様は、なんで寺を越えたらダメか知ってたんだろうか。あと、異常に犬に対して警告されてたんで、もしかして犬以外のものだったんじゃないかと、後々になってヒヤリとした。別に怖い体験じゃないんで、落ちとかなくてすまん。犬って呼ばれる怪奇とかあるんだろうか。第2話。子供。昔スーパーでバイト中、よく子供を見かけた。それだけだったら普通のことなんだけど、開店前や閉店作業中、店内やバックヤードでも見かけた。特に何をするでもなく、物陰からこちらを見てたり、走ってたりするだけで、怖いという感じは全くなかった。ところが店長が変わってから、その子供をパタリと見なくなった。それと同時に、潰れるまではいかないが客足が結構遠のいた。今でもあれは元店長についてた座敷わらしなんじゃないかと思っている。第3話、母の号。私は中学生の頃生理が月に2度来ていて、母と病院に行ったところ、子供ができにくいと診断されていたが、成長すると変わる可能性もあるから大丈夫と言われた。20歳になり、また生理が月に2度来たため病院へ行くと、子供ができにくいとまた言われ、絶望していた。22で結婚し、3年の間全く子供はできず、諦めていた。当時パートしていた店の常連さんに、いきなり、右肩に男の子が乗ってる、お子さんかな。と言われ、
子供できにくいらしくて子供いません。できたこともないし。というと、じゃあ誰なんだろ。でもニコニコしてて悪いのじゃないから安心しな。と言われた。さらに、子供欲しいなら魚を食べてごらん。全く食べてないでしょ。と、言い当てられ、んなバカなと思いつつ、嫌いなりにも頑張って週に2回ほど食べてたら、3ヶ月後生理が3日遅れてるのに気づき、妊娠検査薬で妊娠判明。心拍確認後にお腹の中で死んでしまって産めなかったけど、お母さんは子供できない体じゃないから、諦めちゃダメと伝えに来てくれたのかなと思ってる。でも30になった現在も子供はまだできてない。今も魚食べてるの？食べてないです。どうしても好きになれない。友人が、魚嫌いなのは新鮮なやつ食べる機会がなかったからだよと、山口の唐戸市場ってとこ連れて行ってもらったけどダメだった。私には鮮度とか関係なく魚が嫌いみたい。これだけではあれなので、父から聞いた話ですが、母最低とかはなしでお願いします。娘の私もドン引きしてるので、母は過去に流産したと聞きました。流産をワンワン泣きながら報告した私を見て、母は過去の自分を悔いて泣いてました。母は18で父と同棲を始め、22で結婚し、25で初出産し私を産んだのですが、私の上には本来5人の兄弟がいる。結婚前ならまだしも、結婚してからも、まだママになりたくないという理由で中絶していたらしい。毎回同じ病院で手術を受けていたらしく、5回目の時、付き添いに来ていた父を医者が呼び出し、お腹から出てきたものを見せ、説教されたらしい。ひどく落ち込み、うちで一人ぼーっとしていると、壁に飾ってあるぬいぐるみが、ものすごい速さで左右に揺れて、ビビったと同時に、赤ちゃんが何か言ってるんだと感じたらしい。私を妊娠した時も、母は中絶すると話したそうだが、父は何が何でも産めと切れて、私は生まれることができた。水子のたたりとか信じていないが、いい年過ぎても私に子供ができない、流産する、焦ってた矢先病気になり、子供作りたいのに作れない状態になった。これは母のせいか？とか思ったりする。第4話、え。友人の話。アメリカへ留学していた時のことだ。ホストファミリーはみんな揃って絵画が好きだったそうで。家族の解体が山のように屋根裏部屋に収められていたらしい。彼も好きな口なので、よくそれを眺めさせてもらっていた。そんなある日、これまでにない変わった一枚を見つけた。コンテの実で描かれたモノトーンの絵だ。絵の中心には全壊した丸太小屋がある。屋根はすべて剥がされて、壁もわずかばかりに残っているだけ。周りに残骸が散らかっており、その間に人が二人ばかり倒れている。そして、その壊れた小屋の横に、腹ばいになっている、黒い大きな獣が1匹。デザインとしては犬か狼に見えた。頭から尾の先まで、優に小屋の倍はあった。家人にその絵のことを尋ねると、詳しいことはわからないが、開拓時代に描かれた絵を、数代前の課長が模写したものらしいよ。よほど印象的だったんだろう。元絵、いや、どこで見たのかとかは伝わってないな、との答えがあった。今でもふと、あの絵のことを思い出すことがあるのだという。第5話、無人島で、実体験。
フェイクいっぱい脚色あり。とっても長い話だし、文章も下手だから興味ない人は読まないでください。もう10年近く前の話。私は友達と3人でキャンプに行ったんだ。砂浜で繋がった無人島。私の地元で、中学の時はよくそこで遊んだ。夏場は家族連れも普通にキャンプするような島。私は女、A と B は男、中学の時の同級生。3人とも19歳だった。B が一浪で大学に受かって、晴れて3人とも大学生になった。そのお祝いで、入学前にバーベキューでもしようってノリだった。まだ4月で少し肌寒かったけど、テントを張れば問題なかった。その無人島にはたくさんの防空壕が掘ってあって、中学生の時に肝試しをしたこともあった。その度に、軍服の幽霊が出たとか、子供の幽霊がとか話題にはなったが、実際に何か起こったことは一度もなかった。島は一周で2、3キロ程度だったと思う。南から北にまっすぐ島を縦断できる道と、島を一周するような道があった。南側が砂浜に接していて、東側がちょっとした港。北側と西側はほとんど岩場だった。北側は比較的平らな場所が多くて、私たちの遊び場もほとんどそこだった。西側は、島を一周する道も途中で途切れていたり、雑草が多かったりで、ちょっとした探検気分で行く以外は行くことはなかった。キャンプ当日も、私たちは北側の平地にテントを張った。バーベキューもそれなりに楽しく終わって、3人で川の字になって寝た。B が肝試しをしようとか言ってたけど、A も私も、今さらめんどくさいと相手にしなかった。次の日の朝、私たちは、コーンコーン、という、釘を打つような音で目を覚ました。何の音だろうと気にはなったけど、音源を探そうとまでは思わなかった。昼過ぎ、テントを片付けて島を出ようと、島を縦断する道を歩いていくと、島を一周する道を西側から歩いてくる、5人の団体と鉢合わせした。彼らは2メートル近くある古びた板を20枚以上運んでいて、全員作業服を着ていた。彼らは軽く会釈をすると、そのまま島から出て行った。ふと彼らが来た道に目を向けると、もう一人、こちらに向かって歩いてくる人影があった。明らかに服装が違って、神主さんか何かだろうと思った。その男の人は、まっすぐ私たちの前にやってきた。君たち、昨日からここにいたの。はい、キャンプしてました。そっか、大丈夫だと思うけど、何かあったらここに連絡して。そう言うと、神主さんは私たちに名刺を差し出した。何かある可能性があるんですか？いや、今ちょっと儀式をやってて、こんな時期に島に人がいると思わなくってさ。この島で儀式なんかするんですか？ああ、海開き前の安全祈願だよ。ご苦労様です。さっきの人たちもその関係の人ですか？あの人たちは町役場の人。設営の手伝いをしてもらっただけ。私たちは納得して、神主さんが島から出ていくのを見送った。B がすぐに儀式をした場所を見に行きたいと言い出した。私も子供の頃よく遊んだ場所に、そんなところがあるのは驚きだった。西側に向かって歩いていくと、彼らが歩いたであろう獣道が残っていて、比較的簡単にその場所は見つかった。他の防空壕に比べると、明らかに大きさの違う穴が、海の方を向いて開いていた。
高さも横幅も、2メートル以上あったと思う。そして、その穴にも新しい木の板が、穴を塞ぐように打ち付けてあった。塞いである防空壕はいくつもあったが、こんな塞ぎ方をされているのは初めて見た。私たちが聞いた音は、これを打ち付ける音だったのだと思う。お、あれ、あそこから中見えそうじゃね？B が指さしたところを見ると、穴の左上あたりに、板と穴に隙間があるのがわかった。背が届く高さではなかったため、A が B を肩車して中を覗こうと試みた。ダメ、真っ暗。全く見えないわ。てかなんだこれ、板の奥にさらに布が目張りしてある。そう言って B が板に少し体重をかけたとき、バリバリっと音がして、一番上の板が剥がれてしまった。A と B はバランスを崩して尻餅をついていた。ちょっと大丈夫、怪我してない。お前しっかり支えろよ。危ねえ。いやお前が上でバランス崩すのが悪いだろ。とりあえず、A も B も怪我はないようだった。改めて穴を見てみると、剥がれた板の奥に、真っ黒な布が張ってあるのがわかった。板の奥にさらに布って、普通じゃなくない？なんつうか、元に戻して帰った方がいいと思う。そう言って二人は剥がれた板を元に戻し始めた。ただ、長さが2メートル以上ある板を肩車の状態で固定するのはちょっと無理があって、どうしても板の反対側を押さえる人が必要だった。周りを見回すと、海にはいくつも岩が落ちていて、それらを積み上げれば、簡単な踏み台は作れそうだった。A と B が数回往復して、50センチほどの踏み台を穴の右側に積み上げた。身長の関係で、A が私を肩車して、B が板の反対側を押さえることになった。A は重いし足が太いとブーブー言っていた。私はとりあえず A の頭を数回叩いておいた。板を元の場所に戻そうと持ち上げたとき、板の奥に貼られた布が少し剥がれていることに気づいた。私は A と B にそのことを伝えて、先にそっちを直そうと言った。元に戻そうと布を少し引っ張った時だった。西に傾きかけた太陽の光が、私の背中に当たるのを感じた。同時に、ほんの少しだが、布の隙間から穴の中が見えた。そこにはおびただしい数のお札が貼られていた。縄にくくりつけられたお札が穴の中を埋め尽くしていた。そして、私は見てしまったのだ。お札の隙間に見えたもの、それは間違いなく顔だった。真っ白い脳面のような顔。目は細く、まっすぐ顔の端まで伸びていた。真っ暗な中で、その顔だけが白く浮き上がって見えた。黒目、白目の区別はつかなかったが、間違いなく目があったのを感じた。するとそれは、三日月型の口を大きく横に広げ、にやりと微笑んだ。私は悲鳴を上げ、板を突き放すようにして A と一緒に後ろに倒れた。それからのことは、よく覚えていない。気がつくと、私は病室のベッドの上にいた。A と B が、私が頭を打ったのだと思い病院に運んでくれていた。親も来ていて、事情は二人から聞いていた。A と B は、医者から特に問題がなさそうだという結果を聞いてから、もう一度同じ場所に戻って穴を塞ぎ直してきたそうだった。目を覚ましてから、二人から何があったのか聞かれたが、見たもののことを自分でも信じたくなくて、お札があって怖くなったとだけ伝えた。二人も塞ぎに行った時に、お札があったことは確認していた。なんとなく三人とも、
あの穴が何なのか言及するのを避けていた。私はその日のうちに家に帰ることができた。親からは、いい歳して子供みたいなことをと叱られた。本当はその日のうちに東京に戻る予定だったのだが、頭を打ったから、体調に問題が起きるといけないので、とりあえず自宅に一泊することになった。私が見たものは何だったのだろうか。見間違いだったのだろうか。気のせいだったと思いたかったが、昼間見た顔は私の記憶にはっきりと残っていた。怖くて、その日は電気をつけたまま寝ることにした。朝方4時過ぎ、私はふと目を覚ました。電気が消えていた。入り口のあたりに人が立っていた。全身から汗が吹き出るのがわかった。体は動く。金縛りではない。恐怖のあまり、私は目をつぶった。ひたすら時間が過ぎるのを待った。何分経ったかわからない。私は意を決してもう一度目を開けた。人影は消えていた。私は急いで電気をつけて部屋を見回した。特に変わった様子はなかった。恐る恐る入り口に近づいてみた。何もないはず。安心を得るために確認したかった。私はショックのあまりそこに座り込んでしまった。人影があったあたりに、小さな水たまりができていた。それは、そこに何者かがいたことを示す確かな証拠だった。私はしばらくぼーっとしていた。なんでこんなことになったんだろう。そんな感情だった。寂しかった。耳元でそうささやく声が聞こえた。女の声だった。自分の体がガタガタと震えるのがわかった。声にならない声を上げながら、私は親の寝室に走った。人がいたの、人が出たの。怖い、怖い。多分、私はそんな感じで父に訴えたのだと思う。父は血相を変えて私の部屋に行ってくれた。母もすぐに目を覚まして、私の手を握っていてくれた。数分して父が戻ってきた。大丈夫か？部屋には誰もいなくなっていたぞ。部屋も荒らされてはいないみたいだったから。向こうも逃げたんじゃないか？父は泥棒か何かだと思っていたのだと思う。違うの、幽霊。女の幽霊。幽霊？バカなことを言ってるんじゃない。本当に出たの、声も聞こえたし。水たまりもできてた。全く信じようとしない父を連れて、私はもう一度部屋に行った。水たまりは残っていた。ほら、これ。ここにいたの。風呂上がりに濡れたままだったんじゃないのか？正直、よくわからなくなっていた。風呂上がりの水滴ならそれでよかった。聞こえた声も、気のせいだったことにしたかった。騒いでごめんなさい。まあ、何もなくてよかった。そう言うと、父は寝室へ戻っていった。私は部屋で寝る気にはなれず、リビングのソファーで横になった。次の日、私は A に電話をした。A と B は特に何も起きなかったと言っていた。東京に帰った私はバイトを終えて帰宅した。多少迷いはあったけど、電気はつけて寝ることにした。その日はなかなか寝つけなかった。仕方なく深夜のテレビショッピングを見ていた。ちょっと眠気を感じ始めた時だった。テレビのすぐ横に女が立っていた。あまりに突然すぎた。女は微動だにせず、少し下を向いていた。ショートカット、おかっぱに近い髪型。服装はジーパンに T シャツ。顔は、前髪に隠れてほとんど見えなかった。私は女と対峙したまま、
身動き一つ取れずにいた。テレビショッピングの、妙に明るい会話が部屋に流れていた。私が瞬きをした瞬間、女は消えていた。女がいたところには、やはり水たまりができていた。私は部屋を飛び出すと、A に電話をして助けを求めた。A、遅くにごめん。あのね、幽霊が出たの。本当なの。信じられないと思うけど。マジで言ってるの？今から行くよ。東京のアパート。でも、近くのコンビニに行くからそこに来て。A は、私の家から車で30分程度のところに住んでいた。A はすぐに来てくれた。起きたことを説明して、部屋を見てもらった。水たまりは残っていた。拭き取ろうとも思ったけど、気持ち悪くて触れなかった。お払いだよな。そうする。どこに言えばいいんだろう。この前名刺をくれた神主さんは？ああそうか。なんか知ってるのかも。私たちは近くのファミレスで朝が来るのを待った。次の日の朝、A が名刺にあった番号に電話をした。こんにちは。H さんのお宅でしょうか。この前〇〇島で会った学生です。実は、ちょっと困ったことになりまして。話はすぐについたようだった。今からでも来なさいと言われたらしい。まさか、2日でまた地元に帰ることになるとは思わなかった。A が車で名刺の住所まで送ってくれた。午後2時過ぎ、H さんのお宅を訪ねると、あの時の男の人が迎えてくれた。H さんは普通の服装で、見た感じは優しい顔で小太りのおじさんだった。私は起きたことを正直に話した。洞窟の板を剥がしてしまったことも伝えた。ああ、そしたらまずはそれが先だ。ちょっとここで待っててくれるかな。そう言ってお茶を出すと、すぐに家を出て行ってしまった。A と私は状況が把握できないままそこで待っていた。1時間以上経って、H さんが戻ってきた。お待たせ。向こうはもう大丈夫だった。あとは君だね。すいません、あの洞窟は何なんですか？それも合わせて説明するよ。聞いた方がすっきりするでしょ。そう言うと、次のようなことを教えてくれた。まず、私たちの地元は東西を山に挟まれている。そしてそれらの山は、それぞれ強い神様によって守られている。だから昔は、いろいろな霊とかそういったものは、霊的に弱い私たちの住む町を通り道のように使っていた。ところがある時、町に流れ込む川の増水を防ぐために、治水工事を行って、さらに水の神様を祀る祠を川の上流に作ってしまった。その結果、通り抜けられなくなった霊が町に溜まるようになった。そこで作られたのが、あの島の洞窟。正しくは祠。あそこで霊の流れを切って、町に入らないようにしたんだそうだ。ただそれで解決というわけにはいかなくて、今度は山を隔てた周りの町で、病気とか悪いことが起きるようになった。それでどうしたか、島の祠は封じて、川の上流の祠の場所を移動した。霊の流れは元に戻したということ。でも、封じたとはいえ島の祠は残ってしまった。霊を退ける力は残っていて、逆にそれを抑えているという変な状態。不安定な状態を作ったことで、その島のあたりに淀みができるみたいに霊が溜まってしまうことがあるそうだった。H さん曰く、西から流れてくる海流が島にぶつかって、
西側に渦潮ができる様子を想像するとわかりやすいとのことだった。そして、私はその滞留していた霊を拾ってしまったんだろうと言われた。あの日 H さんは海開き前の安全祈願をしていたのだけれど、そのために一時的に祠を開いて、ストレスを逃がすようなことをしたんだそうだ。私たちが板を剥がしてしまったこと自体は、それほど大きな問題ではないと言われた。その時見えた白い顔については、よくわからないとのことだった。板は、直したとはいえきちんと封印されていないと困るので、確認に行ってきたのだそうだ。そして本題。私についている霊は、払えるのかということ。まずはやってみましょう。お金はかかるんですか？ああ、半分は私のせいですからいいですよ。そう言うと私は別室に通された。板の間に神棚の豪華版のようなものがあった。H さんが着替えてすぐに戻ってきた。棒の先に白い紙がついた、霊の道具を持っていた。何かブツブツ言いつつ、私の前でそれを振っていた。しばらくすると H さんが、汗を滴らせながらこう言った。供養する方法を考えましょう。よく意味がわからなかった。払うこともできるかもしれませんが、沈める方が間違いないと思います。推測ですが、この女性は山陰地方から流れてきています。多分〇〇のあたりだと思います。そこで、女性を供養する方法を考えましょう。払えなかったんですか？詳しい場所がわからずに供養って、どうするんですか？霊が出るのは怖いと思います。ただ命に関わるような感じはしません。それならば、時間をかけてでも安全な方法が良くないですか？お払いは危険なんですか？リスクはあると思います。わかりました。山陰地方の〇〇に行けばいいんですね。え、本当に行くのかよ。だってしょうがないじゃない。とりあえず解決の糸口が見つかっただけで安心できた。何より私には他にすがるものがなかった。次の日、私は山陰地方に向かう電車に乗っていた。H さんはついてきてはくれなかった。いつでも連絡をください。とだけ言われた。A はついてきてくれた。心強かった。〇〇という地域に着くと、全身に嫌な感覚が走った。私はそこに座り込みようとしていた。すでに時間は夜の7時を回っていたため、予約してあったホテルに入った。フロントで、近くのお寺や神社について聞いてみると、大きなお寺なら、と、三角寺というお寺を教えられた。本当はここからが重要なんだと思うんだけど、実はよく覚えていない。お寺や霊場の情報は、A が走り回って集めてくれたようだった。私は精神的に限界で、ほとんど眠れず、ただ A に案内されるところにふらふらとついていく状態だった。時々現れる女の影が、私をさらに追い詰めていった。何の手がかりもなかったけれど、なんとなくその場所に行けばわかるような気がしていた。それは、〇〇に着いた時に感じていた。5日ほどその地域の仏閣を回って、たどり着いた C 寺。そこに着いた時のことは覚えている。ここだ。って思った。それまでふらふら歩いていた私が、A を追い抜いてお寺に入っていった。すいません、こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。これは、また、ご苦労なされたでしょう。え、わかるんですか？すごい希望が心に湧いてくるのがわかった。ああ、これで助かるんだと思った。
まずはゆっくりお話をお聞きしましょう。そう言われると、私たちは中へと案内された。小さな板の間に通されると、冷たいお茶が出された。私は自分に起きたことを事細かに話した。残念ながら、住職さんにはその女性についてわかることはなかった。結局振り出しに戻ったのか、と、力が抜けるのがわかった。また、住職さんは私の話になんとなく違和感を感じている顔つきだった。昨年いろいろなお宅から預かっていたものを供養して燃やしました。それが関係しているのかもしれませんが、なんだか、そこに案内してください、お願いします。私たちは境内の空き地に案内された。何もなかった。ただの空き地だった。ここで燃やしたんです。燃やしたものはどうしたんですか？灰はそのまま埋めました。掘り起こしてもいいですか？構わないですよ。ここで私が取った行動。人って追い詰められると正しい判断ができなくなるらしい。私は手でガリガリと地面を掘った。狂ったように掘っていたそうだ。すぐに家に止められて、住職さんがスコップを持ってきてくれた。爪が割れて、血が出ていたけどどうでもよかった。そして、埋められた灰の中からいくつかの木片が出てきた。布切れもあった。よくわからないけど、これだって思った。正直体力的にも精神的にも限界だったんだと思う。もうこれでもこれじゃなくてもいいやと思っていた。もし違ったら、リスクがあっても払ってもらおうと思った。そして私たちは木片や布切れをもらって帰路に着いた。帰り際住職さんが、もし何かあったらまたいらっしゃい。と言っていた。帰りの電車では、久しぶりに眠りにつくことができた。次の日、私たちは神主さんの家を訪ねた。これが関係あると思うんです。そう言って木片を神主さんに見せた。神主さんはまじまじとそれを見つめると、一言、お疲れ様と言った。私はまた別室に通された。神主さんは火を焚きながら、私と向かい合うように座った。今度は髪のひらひらがついた道具は持っていなかった。木片を木の台に乗せると、ブツブツと何か念じていた。私はただただ、その儀式を見つめていた。バカじゃないの。小さな声だったが、そう聞こえた。私はお腹のあたりが苦しくなるのを感じて、神主さんを見つめた。相変わらず神主さんは、下を向いて何かを念じている様子だった。神主さんの声が止まって、長い静寂があった。ねえ？明らかにトーンの違う声で、神主さんが私に声をかけた。そして神主さんは私の方を見ると、歯を見せて微笑んだ。バカじゃないの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 。神主さんの顔がみるみる崩れて、あの能面のような顔になっていた。私はただ、涙を流して座っていた。小躍りしながら能面は部屋から出ていった。その時部屋の隅に、あの女が立っていることに気づいた。もうなんなのよ、いい加減にしてよ、お願いだから。私は女に向かって叫んでいた。異変に気づいた A が部屋に入ってきた。あそこ、見えるでしょ、あそこ。私は女のいる方に目線を向けて、A に女の場所を伝えた。うわ。明らかに錯乱していた。A にも女は見えているようだった。神主さん。神主さんは？私は答えずに、
A の手を取って部屋から逃げ出した。女は部屋の隅で立ったまま微動だにしていなかった。私たちは車に乗るとすぐにそこを離れて、遠くのファミレスに入った。私はしばらく泣いていた。A は B に電話をしていた。数時間後、B がファミレスにやってきた。少し落ち着いた私は、二人に神主さんが豹変したことと、洞窟で見た能面のことを話した。A は女を見てしまっただけに、顔色が真っ青だった。まずその神主さんにもう一度会ってくる。は、絶対やめた方がいいって、危ないし。大丈夫、二人はここで待ってて。そう言うと、B は地元にいる仲間数人に電話をしていた。じゃあ行ってくるね。そう言って B はファミレスから出て行った。私たちは B からの連絡を待った。しばらくして B から連絡があった。言われた場所に来たけれど、それらしい家がないとのこと。そんなはずはないと A が伝えるが、どうしても見つからないと言われた。私たちも意を決してそこに向かった。ここら辺で会ってるんだろ？うん、この辺り。あれ？なんで、ない。嘘でしょ？だってここにあったよ。住所も合ってる。神主さんがいたはずの家は空き家になっていた。見た目も明らかに違っていて、もう数年は人が住んでいないように見えた。近くの人に聞いてみたけど、そんな家ないと。B は5人も仲間を集めていて、その人たちが近所の家で聞き込みをしてくれていた。そっか、ありがとう。今日は解散で。ごめんな。俺たちも少し調べてみるわ。そう言って、B の友人の D たちは、それぞれの車に乗って帰っていった。もう何が何だかわからなかった。どうしていいかわからず、頼るものもなくなって、私はそこに座り込んでしまった。もうやだ。ただだだをこねる子供のように私はそこで泣いていた。A と B はしばらく私を励ましたりした後、二人で話をしていた。今からもう一度〇〇に行こう。実は、私もそうしたいと思っていた。ただ一人で行動するのは嫌で、でもそんな遠くまでまた A を連れて行くのもダメな気がして、言えずにいた。嬉しかった。そこから A と B は交代で運転して、丸一日かけて〇〇まで私を連れて行ってくれた。向かった先は、あの C デラ。お昼過ぎに C デラに着くと、住職さんは待っていたように家の前にいた。こんにちは。あの、やっぱりダメで。落ち着いて、ゆっくり話を聞きますよ。優しい目をしていた。そちらの方もですね。住職さんは B に向かってそう言った。B は、はっとした顔をして、静かにうなずいた。まず驚いたのは、B も疲れていたこと。B は私と A が苦労しているのを知って、自分のことは自分で解決しようと思ったらしい。住職さんは、私についている女はこの血と関係があるかわからないと言っていた。ただあなたがそう感じるならそうなのかもしれないとも言っていた。そしてすぐに払いましょうと言って、念仏を唱えてくれた。なんとなくだが、体が軽くなった気がした。もともとそれほど強い念があるわけではないから、これで大丈夫だと言われた。嬉しくて私はそこで泣き崩れた。問題は B の方で、ちょっと厄介らしかった。結局 B はそのお寺で数ヶ月過ごすことになる。ちなみに、二人とも有料だった。最後に私が見た能面について、住職さんにもよくわからないが、ついているわけではない。もしかすると、妖怪とか、
その土地の神様の類ではないか、と言っていた。住職さん曰く、その能面が神主の姿の時に語っていた話は、信憑性がある気がするとのこと。どんな理由にせよ、その能面はその地域にずっと昔からいるのではないか。祠で祀られた何かの変化した姿なのか、上流の水神様に関連した何かなのかわからないけれど、間違いないのは、関わらない方がいいということ。もしかすると、その地域のお年寄りで知ってる人がいるかもしれないとも言ってた。数日後、私と A は B を残して東京に戻った。その後私の周りで霊的なことは起こっていない。A と B とは今でも仲のいい友達でいる。B は C 寺から帰ってくるとき、そこで作った彼女を連れて帰ってきた。結局 B は数年後その人と結婚して、今は虹の父だ。A の女関係はよくわからない。とりあえず独身。私も独身。でも、健康で問題なく生活できていることに感謝している。第6話、変な坊さん。7歳くらいの頃の話、マンション暮らしだった。学校から帰って遊びに行こうとしたら、母親に留守番頼まれたんだ。遊ぶ約束もしてたけど、すぐ戻ると言われてたので仕方なく引き受けた。待ってる間、居間で宿題してたら、玄関から何か叩く音が聞こえてきたもんで、不思議に思って玄関に行ってみたら、ドアの向こう側から誰かが叩いてるようだった。激しく叩くんじゃなくて、普通にノックみたいな感じで。誰かと思って開けてみたら、そこに変な格好した人がいたんだよ。当時は変な格好止まりだったが、今考えてみたら、あれは宅発送っぽかった。顔は頭に傘みたいなのかぶってて、よく見えなかった。誰？って聞こうとしたら、僕、今一人。と聞かれた。うんと返事をしたら、じゃあおじさんと遊ぶ。と言われた。退屈だったので喜んで遊んだ。相手は俺の目線に合わせてしゃがんで、一緒に手遊びしてくれたんだよ。しばらく遊んでたら、じゃあ僕、また後でね、と、いきなり相手から遊びを切り上げてどこかに行ってしまった。また宿題やろっかなぁと思ってたら、母親が帰ってきたので、さっきの宅発送について聞いてみたら、そんなの知らない、だと。その時は不思議だとしか思わなかったが、今いろいろ考えると気味が悪い。何より俺の住んでるうちはマンション。誰かがマンションに入るには合鍵を使うか、部屋のインターホンを操作して開けるしかない。だけどあの坊さんはインターホンもよこさず家の前に来た。狭いマンションだから入り口は一つしかないので、帰っても入れ替わりになった母親は見てるはず。あとマンションのエントランス前にあった広場で遊んでた友達も、マンションの管理人も、宅発送みたいなやつは見てないと言ってた。長い上に日本語おかしくてすまん。こんな感じ。でも悪い感じじゃなさそうだよね。親戚とか先祖の霊とか。正月にじいさんばあさんに聞いても首をかしげるだけ。うちには出家した人なんていないみたいだし、本当なんだったんだあれ。変な坊さん来訪から1年くらい経った冬、学校から帰るのが遅くなった時があったんだよ。確か100マス計算が終わらなくて、居残りとかだった気がする。冬だしあたりは薄暗かったからさっさと帰ってたら、そこの僕、と。声かけられた。反射的に振り返ったら、十字路の先に坊さんが立ってた。
声は同じように聞こえた。でも傘はかぶってなかった。ツルピカだったよ。今一人、と聞いてきた。うなずくと、じゃあおじさんと帰ろうか、だと。薄暗いし一人じゃ怖かったから心強かった。坊さんについて行き、やがてマンションのエントランス前に、坊さんにお礼を言ったら、いいんだよ、また遊ぼうね、と言われた。家に入ってランドセル置いて今に行ったら、母親がやたら激しく遅くなった理由を問いただしてきた。理由を説明しても、まだ怒ってた。悪いことした時以外はあんま怒らない人だから、少し変だなとは思った。それでこたつに入ったら、いきなり急激に意識が薄くなった。眠気じゃないんだが、何か引っ張られる感覚。しばらくそうしたら、何してるの?という声で飛び起きた。そしたら、いきなり部屋が消えた。こたつも何もかも全部。こたつに入ってたはずなのに、気づいたら草がぼうぼうの空き地にいた。低いけど有刺鉄線が張ってある知らない空き地。俺を呼んだのは知らないおばさんだった。チャリ乗ってた。心配そうな声だった。だけど事情を話してたら、いきなり、じゃあおまわりさんのとこに行きましょ、と、明らかに話を遮った。子供だった俺でもわかる不自然さだった。その後は交番に迷子扱いで保護されて家に帰った。母親は一瞬怒ったがすぐに収まり、むしろ心配してくれたな。その後は何もなかった。母親にも父親にもこの話はしたが、信じてもらえなかった。ありがとう、なんか一気に怖くなった。坊さんの表情とか雰囲気とかどんな感じ?ついていくくらいだから、まがまがしいとかではないんだよね。不思議だ。雰囲気も表情も普通のおっさんと変わらんかった。ただ表情は変わんなかった。ずっと。第7話、蜜が出た。先輩の話。彼のお父さんの実家は山奥の小村で、すでに廃村となっている。そこの村人の多くは、狩猟で生計を立てていたそうだ。狩人たちは獲物を正式な名前で呼ばず、村独自の呼び名をつけていた。鹿やウサギなどは4つ、猿は2つ。イノシシだけは別格でクジラと呼ばれていたらしい。鳥には特別な呼び名はなかったそうだ。ある早朝、お父さんの家に村中の狩人が集まったのだという。何やら深刻そうな顔で打ち合わせをし、みんなで山に入っていった。お父さんはまだ幼かったが、ただ一つ覚えていることがあるそうだ。蜜が出た。このセリフが繰り返し述べられていた。夕方、山に入った狩人が帰ってきた。漁は成功したらしいが、なぜか獲物を誰も下げていなかった。みんな帰ってくるなり、塩を撒いてお清めをした。それから間もなく、村人は村を離れ始めたという。村が廃れるまで、長い時間はかからなかった。あの日、狩人たちが何を買ったのか、お父さんはずっと気になっているのだそうだ。第8話、友人 A の霊感。私の友人 A はそれなりに霊感がある方らしい。せいぜい気配を感じる程度で、見えたり聞こえたりはしないんだそう。その A が今住んでいる家には、何か見えない同居人がいるのだという。大した害はないから大丈夫と本人は言っているんだけど、その A の話。その家で A が具合を悪くして寝込んでいた時のこと。A は布団の周りをぐるぐる回っている誰かの気配で、目を覚ましたらしい。だけど目が開かない。
金縛りだと思って焦っていると、回っていた気配が、横を向いて寝ていた A の後頭部側に座り込んだ。するともう一人の誰かが、A を挟んで後ろの気配と言い争いを始めた。声は聞こえなかったけれど、後ろの気配は A を害そうとしていて、前の気配はそれを叱りつけているような感じなのがわかったという。A がなんとか目を開けるのと、後ろの気配が怒ったように立ち去っていくのが、ほぼ同時だったらしい。そんな家に住んでいて危なくないのかと思うんだけど、起きたら逃げていくようなのは、生きてる人間に害はなせないよと笑って、前にいたのは守護霊ってやつだったのかな、なんて、のんびり言っている。私も半信半疑だったのだけれど、A の家に遊びに行った時、誰もいないはずのトイレで急に水が流れ出したのは本当のことだ。A は水道代がかかるからやめてほしいんだよねとブツブツ言っていたが、そういう問題か。第9話、父親の匂い。怖い話というか、俺は小学生の時父親を亡くし、母一人子一人で育ったんだけど、中学生の時、授業中に突然先生から、おい〇〇、お母さんが職場で倒れたそうだ。すぐにバツバツ病院に行けと告げられ、自転車で慌てて向かった。病院まではかなりの距離があり、途中には長い登り坂があった。漕いでも漕いでも坂は続いていて、なかなか登りきらない。気ばかりが焦っていると、ふっとペダルが軽くなった。まるで誰かに押されたかのように。俺は振り返って確かめようとしたけど、できなかった。なぜならその時、亡くなった父親の匂いがしたから。なんとも懐かしい匂いに、なぜだか涙が溢れてきた。息を切らしてなんとか坂を登り切った時、俺は泣きながらありがとうとつぶやいた。病院では母親が意識を失っていたけど、なんとか一命は取り留めた。後日、意識を取り戻した母親から聞かされた。意識を失ってる間、ずっと父親の夢を見ていたと。俺は心の中で改めて父親に礼を言った。第10話、茶屋。こんにちは。文章が下手で申し訳ないですが、私の実体験をお話しします。今から、10年前の出来事です。初めて買った車が嬉しくて、仕事帰りに一人ドライブをしました。かなりの距離を走って、真っ暗な県境の山道に差し掛かりました。前方に眩しい明かりが見えます。なんだろうと思っていると、車窓から料亭のような建物が見えました。大きな平屋の和風建築で、玄関前は砂利の空き地になっていました。そこに、明かりに照らされた着物の女性が数名立っています。その時は、こんな山奥でも営業しているお店があるんだと思いました。そして、帰りも同じ道を通ったのですが、なぜかお店の前を通りませんでした。その後、友人を乗せて同じ道をドライブしたのですが、県境にお店はありませんでした。数年後、偶然に見たテレビ番組で、ある町が取り上げられていました。その町は、県境の山を降りた場所にある、昔は賑わっていたという、とある寂れた温泉街でした。そして、数枚のモノクロ写真が紹介されていて、とても驚きました。その中の一枚は、以前見た、あの料亭だったからです。番組では、昔は県境の峠道に茶屋があって、なかなか賑わっていたと説明しており、写真は、その当時の茶屋を写したものでした。
本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。